皆さんこんにちは、翔平チャンネルの翔平です。今日はですね、また細かな設定のところをちょっとやっていきたいと思います。この前は照明を少し変えてみました。今日はですね、ウインカーの音設定ですね、こちらを変更してですね、街の中をね、新しく変わったウインカーの音で走行してみたいと思います。果たしてどんな感じの音なんでしょうか。で早速ね、設定をいじっていきたいと思います。ウインカー音のところですね、今トーン1は上かな、この音ですね。トーン2がこれ設定してないか、じゃトーン2で設定してみましょう。はい、ウインカーの音設定2で今設定しております。それではね、街の中ちょっと走っていきたいと思います。それでは行きましょう、レッツゴー。なんかちょっと聞き慣れんね、やっぱ。仕事が片付きました。今立体駐車場に入っています。じゃあ次のですね、ウインカーの音に変えていきたいと思います。トーン3、これでいきます。さあどんな音でしょうか。はい、駐車券は入れてください。ご利用ありがとうございました。出ますよ。じゃあウインカー3の音スタート。気合の入る音やな。もう一回行くぞ。とりあえず会社まではこの音で進みたいと思います。3つ目のウインカーの音はなんか静かな感じですかね。ちょっと優しい感じになったのかな。ちょっと会社に帰ってきました。ウインカーの音3種類ですね、いかがだったでしょうか。正直僕の感想はですね、やっぱ今まで慣れ親しんだチッカチッカがいいかなと思います。で最後に確認して動画を終わります。車両設定からメーター設定、アラームじゃない、ウインカー音、これが1ですね、これが1の音、これが2の音、これが3の音です。本日もご視聴ありがとうございます。チャンネルが気になった人はチャンネル登録、評価よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。